どうも皆さんこんにちは、チャックパスです。本日は ANA マイルを1年間で18万マイル貯める方法を公開ということで、2019年上半期バージョン最大交換率 0.81% ということで、紹介していきたいと思います。まあこの ANA マイルを貯めるという動画は以前にも出したんですけども、まあその ANA マイルを貯めるっていうのはですね、まあこれから説明していくんですけども、まあ、どんどんね、やり方というか方法がどんどん変わっていきますので、まあ、2019年5月バージョン、まあ、上半期バージョンということで見ていただけたらなと思います。まあ、この動画を見るとどうなるかというと、 ANA マイルを貯め、大量に貯める方法がわかるということで、まあ、目次ですね、クレジットカード決済はそこまで重要じゃない、ポイントサイトの運用が必要、ポイントサイトって何、絶対に必要なクレジットカードがある、ポイントサイトからのポイントの移行で、最後まとめという形になっております。で、一つずつ見ていきたいと思います。で、私はですね、リクマイラー2年生、一応3年目なんですけども、1年目はほとんど活動していませんでしたので、まあ実際リクマイラー2年目っていう感じで、今現在14万6000マイル保有しております。まあ、昨年ね、動画にもしておりますけども、 SFC 修行をした関係で保有マイルすべて使い果たしましたので、そこからねまた貯め直したということで、今現在14万6000マイル保有しております。まあ今私の、まあ、これから説明していくポイントサイトのポイントというものがあるんですけど、そちらを全部 ANA マイルにすると、まあ理論上ですね、あと20万マイル、2、30万マイルは保有しているという計算になりますかね。で、まず1番目にクレジットカード決済はそこまで重要ではない。まあこちらは、ANA マイルを貯めようって思い始める、貯めようと思うと一番最初に浮かぶのは皆さんやはりクレジットカード決済だと思うんですよね。私もそうでしたので。で、クレジットカード決済でだけでですね、ANA マイル貯めるのすごい大変なんですよね。まあ基本的に100円で1マイル。ってことは1000円で10マイル。1万円で100マイル。10万円で、10万円で1000マイル。1万円、100万円で1万マイル。っていう感じで、本当 1% で貯まっている感じなんですよね。で、私のようにニューヨークが大好きで、ニューヨークのビジネスクラスで行きたいってなると、必要マイル数は8万から9万マイルになるんですよね。ってことはですね、800万から900万の決済があって初めて利用できるっていう話になっちゃうんですね。どうですか ?1 年無理ですね。2年でも厳しい。まあ3年ぐらい、4年かなって感じですよね。4年にしても200万ですからね。でも残念ながら ANA マイルの有効期限は3年間ということですので、そんなに期間を空けてですね、貯めることはできないんですね。ですのでクレジットカード決済自体はですね、そこまで重要じゃないんです。これに頼って ANA マイルを貯めようとするとすごいハードルが上がりますので、お勧めしておりません。で、何が必要かというと、ポイントサイトの運用が必要。まあ、ポイントサイトっていうと、まあ、これから何って話をするんですけども、まあ、名前だけね、ハピタス、チョビリッチ、ポイントインカム、ゲットマネー、ライフメディア、EC ナビなど、まあ、私が実際に利用しているポイントサイトの名前です。まあ、これ以外にもポイントサイトすごいたくさんあるんですけども、まあ、私がね、実際に利用してないところを紹介しても仕方がないなと思いましたんで、今回はこんだけの名前を挙げさせていただきます。このポイントサイトの運用が必要っていうのはですね、これ何かというと、ポイントサイトっていうのはですね、まあ、本来この画像に出てくる私がドーナツを買いたい、ドーナツが欲しいって思った時に、楽天市場をこちら例に出してますけども、楽天市場を経由して、まあ、ドーナツを買ってるわけですよね。で、この楽天市場に出ている商品を私は購入して、で、私がドーナツを
購入してるんですよね。これが、一般的なインターネットショッピングの形ですよね。この楽天市場という役目はですね、情報提供を私、して、広告費を、ドネッサさんは楽天市場に払ってですね、で、私は購入代金を支払い、そして、で、私にポイントがもらえる。っていうのが、これが楽天市場の例ですよね。まあ、この楽天市場の市がですね、これがポイントサイトになった場合、まあ、私がクレジットカード、まあ、これは一つの例なんですけども、クレジットカードを発行しようと思った場合にですね、このポイントサイトを経由してクレジットカードを発行した場合、私にクレジットカードがもう発行できる。プラス、クレジットカードを発行したことによってポイントがもらえるんですね。これどういうことかというと、クレジットカード会社がですね、ポイントサイトに広告費を支払って、広告を出してるわけですね。このポイントサイトからクレジットカードを発行すると、何ポイントあげますっていう形ですね。これがポイントサイトの仕組みなんですね。まあ、ポイントサイトを経由する、ポイントサイトを経由しない、どちらの方法でクレジットカードを発行したとしても、クレジットカードは発行されるんですよ。それは変わらないんです。ただ単にポイントサイトを通してクレジットカードを発行することによって、ポイントがポイントサイトにたまるというものなんですね。で、このポイントサイトのポイントというものが、ポイントなんですね。いかにも分かりにくい言い方になるんですけど、ポイントサイトのポイントっていうものは、まあ、何なのかというと、まあ、楽天ポイント、D ポイント、すごい有名な D ポイントとかそういうポイントがありますよね。それと同じだと思っていただいて構わないです。それが1ポイント1円だったり、10ポイント1円だったり、それはポイントサイトによって違うんですけども、そういうふうにな、まあ、基本的には1ポイント1円の価値として利用できる。その利用の仕方がですね、他のポイントに交換したり、もしくは ANA マイルにしたりっていう方法が取れるわけですよね。で、そのポイントサイトからポイント ANA マイルにするにあたって必要なクレジットカードがあるんですね。ここで結構二の足を踏んでしまう方がいるんですけども、 ANA マイルを貯める上でポイントサイトから ANA マイルにする、その場合にですね、必要なクレジットカードがあるんですけども、どうして必要なのかっていうと、一番最初に言った最大交換率っていうものがありましたよね。それは0.81%。というのは、仮に1万ポイントポイントサイトにあった場合、0.81%で交換できることができれば、8100マイルに交換できるという計算になりますよね。それがポイントサイトから ANA マイルにする上で絶対必要なクレジットカードになるんですね。まあ、そのクレジットカードがこの2つですね。ANA ソラチカカードと呼ばれている ANA トゥーミーカード、パスモ JCB、 こちらが必要です。で、もう一つは、三井住友ビザカードの、こちらエブリプラスというクレジットカード。このエブリプラスに関しては、どうしてもエブリプラスじゃなきゃいけないというわけではありません。三井住友ビザが発行しているクレジットカードであれば何でも大丈夫です。まあ、なぜこれを仮に紹介したかというと、こちらのクレジットカードは年会費がかかりません。0円です。しかし、この上の東京メトロのクレジットカードは、2000円、2100円だったかな、確実に年会費がかかります。初年度は無料なんですけど、2年目以降は確実にかかります。かかります。この2つのクレジットカードが確実に必要になってきます。もう何のために必要かというと、このソラチカカード、上のクレジットカードですね。こちらの
このクレジットカードを持っていると。まあ、反対に言えば、このクレジットカードを持っていないと、東京メトロポイントっていうポイントは利用、ポイントはですね、利用できないんですね。で、下も同じです。この三井住友エブリプラス、まあ、三井住友ビザカードを持っていれば、ワールドプレゼントというポイントが利用できるようになります。まあ、要はこの2つのポイントが利用できるように、このクレジットカードが必要という形になります。で、最終的に、クレジットカードを2枚必要って言いましたね。ポイントサイトの運用から、2つのクレジットカードが必要。そして最終的にポイントサイトからのポイントの移行です。要はポイントサイトから、ポイントを移行するわけですけど、ANA マイルに。そのルートを紹介しています。で、最初は大変かなと誰でも思うんですよ。なぜなら何工程かあるので。ですが、まあ慣れればね、そんな難しいことでもないんですね。実際のルートを見ていきましょう。先ほどの、上の段、左上、チョビリッチというポイントサイトから仮に1万円分のポイントを持ってた場合、G ポイントっていうポイントサイト、次に、携帯の LINE ですね、LINE のポイントサイト、LINE ポイントに交換していきます。で、その次に東京メトロ、こちらがソラチカカードが必要なポイントサイトですね、に移行します。で、最終的に東京メトロから ANA マイルに交換するというルートになります。まあ、もう、こちらの画像を見ていただければ一目瞭然なんですけども、1万円分のチョビリッチのポイントが最終的に ANA マイル8100マイルになっていることが確認できると思います。こちらです。今現在の最大交換率ですね。0.81% が叩き出されるということですね。で、この上下2つ分かれているのはですね、この、上の段の真ん中の G ポイントっていうポイントサイトがありますよね。こちらに直接でき、直接ポイントが交換できるポイントサイト、もしくはできないポイントサイトによってポイントサイトのルートが変わるんですね。まあ、上の段は直接 G ポイントに交換できるポイントサイト、チョビリッチ、ライフベニア、ポイントインカムなど。で、下はですね、ハピタス、EC ナミなどは、直接ポ、G ポイントに移行ができないので、PEX というものをのポイントサイトを踏んで、先ほどの三井住友ビザカードのポイントサイトを経由して G ポイントに交換した後、LINE ポイントっていうルートになっていきますね。まあ、どちらのルートにしても 0.81% っていうパーセンテージは変わらないんですけども、まあ、何工程か増えるか増えないか、まあ、もちろん、ポイントサイトを経由しておりますので、まあ、日数がねかかってしまうということもあります。で、じゃあこの、まあ、上の段の画像のチョビリッチから ANA マイルに実際ポイントが完了するまでどのぐらいかかるかというと、結構かかります。今現在2ヶ月ぐらいかかります。そんなにかかるのと思うと思うんですけども、そのぐらいかかります。これもうどうしようもないですね。ポイントサイトからポイントで、ポイント移行する場合はですね、やはり日数がかかってしまうっていうことは、これもこればっかりどうしようもないので我慢するしかないですね。だいたい2ヶ月ぐらいかかります。まとめです。まあ、ポイントサイトでポイントを貯める。そしてポイントサイトからのポイントを交換する。そうすると ANA マイルが溜まっていくというルートになります。まあ、次回の動画では、ポイントサイトのポイントの貯め方を紹介していきたいと思いますけども、まあ、今回はね、ANA マイルを、1年間でね、18万マイルを貯める方法ということで公開させていただきましたけども、なぜね、18万マイルなのって思うと思うんですけども、私が実際にやってだいたいそのぐらいのポイントが 1年間ですね貯まって18万マイルぐらい確
獲得できたので、まあ一応18万マイルという形にしましたけども、本当に、このポイントサイトの利用が、たくさんすればするほどですね、ポイントは溜まっていきますので、もっと溜まる方はもっと溜まるでしょうし、全然やらなければポイントは溜まらないっていう、まあイコール ANA マイルは溜まらないっていう感じなんですけども、まあ大体普通にやってっていうか、いう感じですかね。私がやった感覚で大体18万マイルは年間普通にやれば溜まりますよということで、年間18万マイルという題名にさせていただきました。いかがだったでしょうか。まあ今回は、ざっくりではあるんですけども、ANA マイル18万マイルですね。1年間で貯める方法を紹介させていただきましたけども、もしね、わかんないことがあったりしたら、コメント欄とかにね、質問していただけたら、回答していきたいと思いますので、コメントね、してください。それでは、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。